はい、次、暗証文。暗証文、英作対策。一応、英語は何かというと、ある程度、日本語から英語にパパッと直す。発音に注意する。はい、で、基本の基本の基本は、覚えきれるよ。何が、こんな風に。はい、一応タイトルは英検並みに、つけてありますが、はい、The Techniques、はい、The Techniques of Faster Reading, of Faster Reading。Faster Reading、速読。速読のテクニック、テクニック。はい、3つのパラグラフに分かれます。1つ目、はい、In Speed Reading、速読においては、There are several points、いくつかのポイントがある。To keep in mind、心に留めておくべき。Keep all in mind、 all を心の中に保つ。 all はどこにあるというと、そうそうそう、これ気にせんでいいか。今はこの場合だったら、Keep several points in mind。 元の形はKeep several points in mind、はい、そして今度 To keep in mind が、several points にかかる、まあ、構造を言うとこうなるわけです。でも前から言ってったら、速読の中にはいくつかのポイントがあります。どんな、心にキープしておくべき、覚えておくべき、はい、First 第一に Read 命令文、Read 読みなさい。で、Only looking for the main point。 Only 何とかのみ、Looking for、 これカンマがないですが分子構文、で一番よく使う何とかしながら、 Looking for the main point、 メインポイントのみを Look for、 探しながら読みなさい。 Each 単数、ただし Each of the 複数ですが、Each story、 それぞれの物語は has one main point、 一つのメインポイントを持っている。 and that point、 そしてそのポイントが is the most important thing、 一番重要なものである。 to look for、 探すための、探すために。だったらこれもまあ 2,3 回ぐらい書いたら、あれ口でブツブツ言ったら、口で 30回ぐらい言ったら頭に入りますね。 In speed reading there are several points to keep in mind。 First, read only looking for the main point。 Each story has one main point and that point is the most important thing to look for。 次2番目に、はい、Second 2番目に、次命令文、 Read quickly、 急いで読みなさい。 Always、 いつも、Trying to なんちゃら、これはこれも分子構文、なんとかしながら、はい、だから、Trying to get to the end、 はい、中3から高1、英検3級レベル、どこどこに到着するは、到着する、 Arrive at, arrive in, get to, reach、 Arrive at, arrive in, get to, reach。 で、get to につく、 end は終わり。だから2番目に、 Read quickly always trying to get to the end、はい、As quickly as possible、 As 言及 as possible、 言い換えたら As 言及 as as can ですね。 As quickly as you can、 As quickly as possible、 できる限り早く。 Your goal、 皆さんの目的地は Is the end of the story、 その物語の終わりなんです。 And、 そしてshould 原型、すべきだ。You should try to get there. Get there. そこに着く。終わりまで到達する。And you should try to get there. そしてそこに到達すべきだ。Quickly. 急いで。2番目にですね、急いで読みなさい。いつも終わりまで到達できるように、できる限り早く。皆さんの目的地は物語の終わりです。そして皆さんはそこへ急いで到達すべきなんです。
これが速読のテクニック。2番目、3番目、3番目 Don't worry、 心配 しなさんな Don't worry about the minor details。 minor 反対 major ね、メイジャー、メイジャーリーグ。日本語ではメジャーって言うけど、英語ではメイジャー。はい。M-A-J-O-R。メイジャー反対マイナー。メイジャー OR 反対マイナー。マイノリティ少数派。マジョリティ多数派。Third, don't worry about the minor details。または details。どちらでもいいですが。3番目に、細かいことについては心配するな。Of course, もちろん、sometimes, 時には、details are very important. 細かい点が大変重要なこともあります。でも、in speed reading, 速読においては、details don't count. 細かい点はカウントしない。カウント数える。カウントダウンは逆に数える。10, 9, 8, 7, 6,5, 4, 3, 2, 1, 0 Ignition バーン、こうですよね。はい、カウントダウンのカウント、それからカウント重要である。はい、でしかし速読においては、だから速読っていうのは何、なんて言ったらいい、ファスターリーディングとかスピードリーディングと言います。はい、でディテールズはドントカウント、細かい点は重要ではない。言い換えたら details don't matter. Details aren't important. あ、そうか。